降伏。敵するは黄金の像。いえ、何の孫家の長孫権に仕える豪の者である。黄金の乱を鎮圧するため兵を挙げた孫権に従軍。この機に孫家の名を轟かさんと奮い立つのだった。ならばお主手数まったくな。ご覧あれ、前に見えるは黄金の一味。温泉前の良い肩慣らしになろう。行くぞ。敵を残らず打ち払うのだ。青いな。待てていい。俺ら黄金島に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。年の子なめるなよ。こりゃやべえ。他がさっさと逃げるに限るぜ。そんな戦ぶりだ。黄金の軍を釣り出す。あとは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。敵の狙いはこの地と見た。この名も守備を固めよう。鎧だか。戦ぶりだ。急を据えてくれるわ。ゾーリア、なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を東卓にぶつける。この隙に我らは聴覚を撃つぞ。お
わしと同じことを考える者がいるか。なんじゃ。お前。やないでか。黄金刀の領収。聴覚を打つ。我らの力を見せつけてやれ。天より授かりし奇跡、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。オープンすでに死す。オープンまさに立つべし。テイクども、天の奇跡を見よ。天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。年の子なめるなよ。おお天よ、我に力を授けたまえ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。そうか、のけものめ。天地は苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、やはり通った。球場を守っているのは長領か。曹操はすでにあの中にいるようだ。怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。年の子をなめるな。
せる。程度の活躍に浮かれるな。お主にはさらなる活躍を期待する。年の子なめるなよ。敵将高幸福が討ち取った。見事な戦ぶりだ。孫賢度行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。おお、手ごろな獣がいるな。あなたもかかれ。狩りの時間だ。よっ。ふっ。ちゃっ。せっ。せっ。ふっ。はあ。ほっ。ふっ。だけ仕留めれば風にことかかるな。狩りはもう十分であろう。孫賢殿。
天下を。久しぶりだ。ん？どうした？用も。よく聞け。連軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ！見ておれよ。敵の狙いはこの地と見た。この者も守備を固めよう。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治に国の邪魔はさせんぞ。クズどもが群れよって止水艦と古老艦を抜けると思うな。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。急を据えてくれる。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、楽陽を奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。天狗、山岳拠点より援軍が到着しました。董卓を討つこと。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。己めぎつね、貴様がたぶらかしおったか。Ah!
豚には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。関心と孫権武器虎の牙をしゃっ またあったな。僕のこと殿はただ目標は決まった。いざ進軍開始。ふっ
命令通り。よし、ここはわしらのものよ。でもよ、かけよ大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、上陽に我らの部を示すぞ。剣が攻めてきただと。誰でもいい、あの獰猛な虎を止めよう。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。敵を殲滅するぞ。行くぜ。この戦もらった。今こそ敵軍を消滅せよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。年の子なめるなよ。己孫権、貴様なぞにこの城陽を奪われるとは。劉表様、こちらにお逃げください。逃がすか。精鋭たちよ、続き。敵将高幸福が討ち取った。虎よ、ここで果てよ。このようなところで俺は。おやじ、父上。だとしても貴様は見せられるな。かけよう。さっきの夏、お前たちが切り開くのだ。
さて。親父。あ、周瑜よ、頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば炎術の勢力は拡大する一方です。おう、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。ああ、孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し、口頭に孫をありと天下に示すならば、今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周瑜の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある若輩ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん。なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。炎術との話を。それとは郊外、みんな行くぜ。竜葉を通して事を平定するんだ。
将様。事の次第は話した通りだ。我ら孫悟は曹操と協力し炎術を討伐する。諸将は軍を率い樹春攻略に向かってほしい。私も後ほど合流する。以上だ。皆の優先を期待する。気に入らんな。いつから周囲は我が輩に加盟する立場になった。良いではないか。若者に道を譲り脇を支えるのも古参の役回りよ。作人様は周囲に絶対の信頼を置いてるの。政府の気持ちもわかるけど認めてあげて。うん。それに若いとはいえ周囲殿の知略は見事だ。まさに憔悴の器と言えるだろう。新参の若造が知った風な口を。新参だからと俺を低く見ますか。闊達な孫作殿の臣下ともあろうお方が。おいおい、険悪な空気を出すなって。ほら主体も何か言ってやれ。全然喋らないやつだな。俺より目立ってなくて大丈夫か。何か言ったか。お前わざとか。そんなに俺は影が薄いかよ。
こら、みんなでギスギスしててどうするの。これから戦なのよ。失礼、姫様のおっしゃる通りか。すまない、テイフ殿、俺もつい熱くなってしまった。気をつけよう。いや、俺もムキになることはなかった。いやはや、まあそんなわけでよ、演術は術にたっぷり返してね。帝であるチンを前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。この攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。年の子、やめるなよ。ありえぬ、このような無残をチュンが晒すなど。これでけじめはつけられたな。敵将王幸福が討ち取った。よっしゃ、ありましたな。兄上はどうす、兄上を教師からお助けせねば。急いで情報を集め、兄上のもとへ向かうぞ。お主ら、孫白虎に味方する者か。この浮津の道を阻むならば容赦はすまいぞ。孫作殿は我らの希望、この身に変えてもお守りせねば。
剣行場におる孫白虎と共にな。お幻影とな、あやつは一体何者なのだ。孫白虎、お主は乱世を深める強制よ。故にその光、わしが今ここで消してくれむ。くそ、ふざけたことを言いやがって。気をつけろ、こいつ妙な力を使うぜ。今この場にわしはただ一人にはあらず、あまたいる我が幻影だ。お主らを殴ろう。この一帯はすでに我が術で包み込んでおる。孫白虎の腹からよ、深き霧の中で惑い続けよ。背格好が似てるってだけでなぜこんな目に。剣行場の前は炎で塞がせてもらった。お主らは場外で孫白虎の最後を見届けよ。天ね、武吉を撃ちました。年の子、しかしどうやら別人だったようです。ありえん、わしの術が破られこの身もついえるなど。だが一人で死にはせぬ。強制孫白虎、お主の天命も道連れよ。ありがとうよ、おかげで助かったぜ。けど今回は心底疲れちまった。なあ、城内に入り込んだ輩がおるか。我が眷属たちよ、城内の警護を強化せよ。立ち止まるはずじゃなかったのによ。孫策、弱気など君には似合わないぞ。兄上。兄様。この先の孫悟はお前に任せたぜ。兄上、そんな私では。俺や親父を気にすることはねえ。お前はお前らしく信じた道を進め。じゃあな、孫悟の未来楽しみに捨てるぜ。孫策、兄上。兄様。兄上。兄上。兄様。そうか、半数が出ていった。未熟よの、免疫が違うわい。
そうか、遠家が滅んだか。はっ、炎章の一族はことごとく撃たれた模様です。残された遠家の兵馬は曹操が接収したとのこと。分かった。お前たちは引き続き曹操の動向を監視してくれ。承知いたしました。中原から河北一帯。はっ、せい。おおと、新座。孫策が言ってから。久しぶりの。兄貴、大変でさ。龍頭じゃない、あなたも来てたのね。ええ、まあ父上のお供ってやつですよ。しかしその両僧の姿が見えないようだが。父は先に加工場の方位に向かいました。で、俺は留守番ってわけです。殿の到着を待って。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。虫の子を舐めるなよ。さあ行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。ここらで引いとくか。野郎ども、ずらかる準備だ。こいつら思っていたよりやりやがるぜ。殿、お怪我はあり。急敵、コースを打ち、孫悟の明日を切り開く。皆、力を貸してくれ。剣のせがれめ、あくまでわしを撃つ気か。ちょ、者ども、油断するな。船に合図を送るのだ。敵に矢の雨を降らせてやれ。年の子、舐めるなよ。
兵器を稼働させよう。あれだけ数があれば奴らも手に負えまい。ほっ、貴様らごとき、このわしが。父の仇は討った、だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。父孫武、しかしてそっ